演武開演。どうも、本日はこちらの寿限の塩飴というものを舐めてみたいと思います。塩飴というだけあって、これから先暑くなってきたら時期にぴったりの塩塩分補給は雨のようですね。では舐めてみます。あれ、塩飴っていう割にはだから、あ、しょっぱとなるのかと思いましたが、実際は全然違ってしょっぱさはなく、むしろ甘さをたくさん感じることができました。若干ミルクっぽい味ですね。塩が入っているから甘さが引き出すのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。